さあさあやってきたんですけど、ボンビレッジでね、鍵を取ってきました。うん。こいつのセリフがあったんで。これで入れるかな？おー、めっちゃ急に開けて、急に閉まるじゃん。ふふふ。久々だなー、ミッドガルの中。うわー、変わってない。境界がありますね。どこに行けばいいんだろうな。ここでもう一回やれることとかあるんだろうか。お。綺麗だね。あれ、お姉ちゃんは？あー、エアリスいないから。ちょっと複雑だ、これは。やだなぁ。なんて言えばいいんだろう、この子供たちに。まあ、仕方ないな。できることは情けかもしれない。さあ、行きましょうか。とりあえず道なりに進んでみましょうかね。そういえばなんですけど、前回の動画で撮ったアイテムですね。在庫率とか、いろいろあるんだけど。なんか、結構、使えますね、効果。在庫率強いですね。防御力100の、すべての属性の攻撃を半減するでは、ただマテリアーナが0なんですよね。ま、すごく強いんだけども、ちょっと保留かな。ですね。な、結構防御も強いやつ揃ってきたな。エスコートガードとかこれ結構強くないですかね。これつけてもいいかな。って気がするんだけど、どうしよう。ちょっとクラウドにエスコートガードを使おうかな、これ。結構強いですね。マテリアナも、まあ問題ないんで、これをちょっと使ってみましょう。メトから帰ってきたということで、久々にバレットとフィファにしております。行きましょう。久々だね。ここもマジでもう、久しぶりなんだけど、こっちで合ってんかな、本当に。そうだ、ここ何なんだろう、そういえば。プレミアムハート？え？何これ？なんか手に入れた。あ、ティファの武器、ティファの装備で、あった。あ、間違っちゃった。どれだっけつけたやつ。プラチナフェイスとか。あれでもこれ結構強くないか？プレミアムハート。プレミアムハート。99。これ以上になる武器がないから。これティファの最強武器なのかな？とりあえずこれつけとくか。ね、マテリアもいっぱいついてるし、すごい。お、大空洞に来たら話が進んだってことは、こっち先だったんだな。ちょっと勘違いしてましたね。セフェロスのエネルギーバリアがなくなっている。シド、この飛行艇ごとあの中に行けるか。あー、俺様の弟子がパイロットなんだぜ。どこだって行けるに決まってるじゃねえか。そうだな。悪かった。順調にレベルアップしてますからね、パイロット。おい、ケトシ、今度はなんだ？ちょっと待ってくれ。そしてやはり、ケットシーの中身はこの人ですよね、やっぱ。わからねえ。社長と連絡が取れない。社長やない。シスターレイの方や。逆になってるよ、話し方。リーブさん。それケットシーの話し方や。キャハハハハ。なんだよ、リーブ。おかしな言葉を使うねえ。やっぱり、社長は死んでしまったのかな。そんなことはどうでもいいや。リーブがこの喋り方してると、やっぱり、ちょっとおかしいな。面白いな。マコールの出力が勝手にアップしてるんや。ちょっと、まずいよ、それ。あと3時間は冷やさないとダメ。リーブ、止めなさい。それができないんだよ。操作不能なんや。何者かが本体操作に切り替えています。こちらからは操作できません。本体？誰が？おい、本体を呼び出してくれ。ん？どうしてお前が指示するんだ？細かいことはどうでもいいんや。そりゃそうだよな。緊急事態だもんね。誰だ？北条か、こいつ。何やってんの、この人。クックック、セフィロス、待っていろよ、待っていろじゃないよ、君。もうすぐたっぷりと魔法を送ってやるからな。うわぁ、順調に悪女を怒らしていますね。やめろ、北条、キャノン、いや、それどころか、
ミッドガル自体が危ないんだ。くくく、ミッドガルの一つや二つ安いものだ。とことんくず。北条、北条、ここつらどこなの？セフィロス、見ててくれ。さあ、もうすぐだ。くくく、科学を超えてゆけ。お前の存在の前では、科学は無力だ。悔しいが認めてやる。その代わり、見せてくれ。くっくっく。なんかとんでもないことになってますね。おい、ケットシー、なんとかしろ。しょんぼり。いちいちかわいい。歩き方もなんかかわいい。どうしようもない。北条が勝手にやってることだ。あ、あれ？どうした？いや、ことなんや。通信が？あー。バレたと。バレットにバレたと。なんか親父ギャグみたいになっちゃったけど。もうとっくにバレってるよ、リーブさん。今更正体隠してもしょうがねえだろ。うん。結構前からね、わかりやすくわかってましたね。マコーロ、止められないのか。止められへんのや。関西弁は、それでもやめないという。ありがたいですね。このキャラの貫き方が違いますね、やっぱ。お前、死ぬの人間なんだろう？どうして無理なんだよ。てめえ、ここまで来て俺様たちを裏切ろうってんじゃねえだろな。信じろ。と言っても、無駄か。このおバカ野郎、俺様の言ってることが分からないのか？シンナもクソも関係ねえ。男なら、いや、人間なら、この星を救ってやってる、感じてしまった。この星を救ってやるんだって気にならないのかよ。あかんのや。マコロを止めたら、大変なことになるんやで。いやで？なんでだ？バルブを閉めればいいんじゃないのか？そや、マコールの組み出しパイプのバルブを閉めるのは簡単や。でもな、マコールはエネルギーが地中から抜け出す道を開けたんや。一度開けたら、出るもんは枯れるまで、塞ぐことは無理なんや。ってことは、この星死んでしまうかな。どんどん湧き出るエネルギーを無理に塞いでしまうとやな。爆発か。一番マコールが爆発した時とは、桁違いの大きさや。くそ。それよりキャノン砲や。ミッドガルに行かなあかん。それが先決なんや。北条を、だな。なるほど。北条がミッドガルにいたんで、順番が本当に逆だったね。俺ミッドガル先行って、何もできなくて、ずっとさまよってたんだけど。こっちがね、先でしたね。クラウドたちが来てくれるそうや。邪魔しないでくれよ。ガハハハハ。バカなこと言うな。お前に命令される覚えなどないわ。邪魔する必要もうないんじゃないの？本当に滅ぶぞ、星が。治安維持部門は総力を挙げて、あいつらを撃破してやる。本当にもう脳筋だな、お前。アホですね。シンナの職員は。あいつらのせいで俺はな、根に持ってるのか。そんな個人的なこと、本当だよ。星とどっちが大事なの？社長は死んだ。俺は俺のやり方でやる。ガハハハハ。キャハハハハ。入れっか？レンの新兵器使うわよ。こいつもか。ほんとなんか、キメラアントの女王が死んだ時みたいになってるよ。社長が死んで。おのおの好き放題になんかやり出してんじゃん。もう。なんかリーブさんほんとになんかかわいそうだな。ろくな奴が周りにいなくて。でも、なんだ、デモで終わりか。あ、こっちに続くんだね。でも、来てくれるよな。もちろんさ。おい。船はてめえに任せるぜ。もう弟子、頼んだぞ。泣いてる。ミッドガルに進路を取ります。ほんとな、立派になったな、弟子も。さあ、じゃあこれでミッドガルに行けばいいんですね。はいはいはい、ちょっと順番を
すっ飛ばして、なんか彷徨ってましたけど。じゃあミッドガル行きましょうか。さて、こちらに行きまして、何か始まればいいんだけど、始まるかな。入れるか。ごめんなさい。ティファとバルットで行こうと思ったんだけど、ケットシーちょっと入れてあげようかな。ちょっと危なそうな感じの。うわー、メテオがやばいぞ。こんなに空曇ってたっけ？世紀末みたいな感じで。さあ、ふわーっと。おー、かっこいいな、この絵。すごい、ミッドガル。リアルだなー。PS1 にしてはすごい。さあ、落ちていく。開く。ちょうど、これどこだろう？何番街だろうね。いい感じの場所に降りられたね。ハイデッカーが皆さんを狙ってますんや。そうだね、よく撃ち落とされなかったね。そうだから外は危険です。地下を取りましょう。結構離れた場所なのかな。かわいい、ぴょん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 跳ねてった。はい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 。ちょっとマップを見てみる。8番街か。久しぶりじゃない？8番街。最初に来た時以来じゃん。変な匂いがするよ、この街は。早くおしまいにしちゃおうよ。変な匂いとな。魔法臭いってことかな。長き時が過ぎても、騒動を巻き起こすのは北条というわけか。どこの時代においてもあいつは諸悪だね。おう、サクサクっと行こうぜ、サクサクっとよ、オッケー。私たちミッドガルの地下には詳しくなっちゃったね。さあ、あ、長きに喋りたかったのに。ここが入り口ですわ。あかん。ほんま頼んます。魔法キャノンまで早起きてや。うん。おいら、包丁にはいろいろ恨みがあるからね。早く行こうよ。そうだね。相当恨み溜まってんだろ。七木、本当は入れてあげたかったけど。全員入れてあげたいんだけどね。っていうか、パーティーの中ね。三人までだからな。ごめんな。ここは初見の場所だね。右に何かありますけど、あれは取れるのかな。どっちから行った方がいいだろう。ここ降りてく。下に行くと、8番街地下。うん。これどっちかな、右かな。ああ、ちょ、落ちた落ちた落ちた。そうなる感じ？そうなる感じ？また登んなきゃいけないんでしょ、どうせ。はい、来たこれ。罠でしたね。さあ、こっち登っていくとどこに繋がるんだろう。ああ、左のとこから出てきて。はい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 。ここから滑り台。ヒュー、あ、で、右にこれって、取れるかな？バカ。エリクサー、ありがとうございます。で、多分こっちの階段登っ
ていくと、どこだ？こっち。スターライト本。装備品かな？ね。ほう、強いですね。てか、ね、ケットシェの武器結構なかったから、今まで。これありがたいな。ここのやつと、マキシマムレイ。マキシマムレイ？装備？お、バレットの装備だ。効率からも通常の威力。AM キャノンよりも強いですね、威力は。命中は落ちちゃうけど。どっちがいいだろうな、これ。ちょっと変えてみますか。ん？あ！タークスやん。イリーナ。どうするんですか、先輩。もう無視、命令なんて無視していいと思うんですけど。タークスなんでここにいんのかい？地下ですけど。来るって読んでたのか？イリーナ、甘えるな、よっと。めっちゃ噛んじゃった。来た。三人相手、今回。もしかして。俺たちはタークスだ。わかりました。そうですよね。さて、仕事だ。あんまり気乗りはしないが、と。私たちに与えられた命令は、あなたたちを発見次第、殺すこと。もう会社はボロボロだけど、命令は命令なの。タークスの意地と心意気、受け取りなさい。なんだろうね、幹部よりもタークスの方がかっこいいな。ちゃんと真っ当なことしてるじゃん。何をしている？行くわよ。わかった、切りをつけよう。やめておこう。もう戦わなくていいんだけどね、こっちからしたら別に。ああ、まあでもそれが、ね、なんか、逆に、帰って失礼なのかな？戦ってあげないと。待て、リリーナと。お。先輩、まさか命令違反を。シンナももうおしまいだ。こんな事態になっちまっちゃなと。うん。先輩。リリーナ、お前も立派にタークスだったぜ、と。戦い回避できんのかな？じゃあな、お互い生きてたら。命あってのものだ、ねえ、だぜと。読みにくい。あ、回避できるのか。戦った方が逆にいいのかな。盗めるアイテムとかあったりするんかな。うん。覚えておきなさい、タークスの意地と心意気。仕事は終わりだ。はあ。これでよかったのかな。はい。というわけで、あと、なんか、アイテムを探してたんですよね。さっきの、なんか、マップのところのやつ。なんですけど、ちょっと行けるところが限られてきちゃったんですよ。なんで、移動した方がいいのかなと思って、進めたらタークスが出てきちゃったんだよね。あー、これ移動しない方が良かったかな。取り逃しあるかな、アイテム。そんなアホかいな。アホだ。できとったんかいな。なに？メタルギア？なんだこいつ。でかいよ、かなり。ガハハハハ、ハイデッカーか。来たな、来たな。キャハハハハ、お前もか、スカーレット。やっぱり来たよ。何やってんの、星が滅ぶか滅ばないかの、この未曾有の事態の時にさ、こんななんかドヤ顔で降りてきて、よーくも今までコケにしてくれたな、そして市場を挟むと。私の可愛い兵器たちをたくさん壊してくれたわね、それは襲われたからな、壊しますよ。ガハハハ、だが、対ウェポン用兵器のこいつはどこかな。ちなみにウェポンは、撃退はできるので、問題ないかと思いますけど。お前たちでは約束不足だが、この私の絶対の自信作。約不足の使い方、間違い。約不足ってね、自分を謙遜して言う時のセリフらしいですね。このプラードクラットの破壊力見せてあげるよ。謙遜じゃねえや。まあ、いいや。とりあえず進めていきますよ。なんか出てきたな、こいつ。
とりあえず見破っていこうか、まず。あ、てか、血統師、そうだ。マテリア整備してくるの忘れてしまった。またやってしまったよ。このミスを。とりあえず、サテライトビームあたり撃っていこうかな。はい。見破れないと。ウェポンと同じか。クラウドも、超、キューブ新破損を放っていきましょう。強いですね。さあ、3倍速のこれ、めちゃくちゃかっこいいんで、見せましょう。からの、ドーン。うん、3倍速やっぱかっこいいな。どうしよう。ルーレット回していくか。運命の、惜しい。顔それかけてたのに。ボイボックス。さて、連続切りを使ってみようかな、初めてなんだけど。ザクザク。入ってなかった、今。ちょっとバリアをかけていこう。体力いくつなんだろうなぁ。魔法のが効いたりするかなぁ。グラビガとか。なんだなんだなんだ、携帯が変わってきたけど。ビームキャノン、やばいぞ、これは。あ、でもそうでもない。まだ大丈夫だ。うん、やっぱウェポンがなぁ、強すぎたなぁ。全然大したことないよ。お、倒したか？なんか部分的に破壊できた感じかな？ピャオンって落としたんだけど。ん？終わったかな？めっちゃ来た、経験値。ラグナロク。なんだろう。バカな。このプラウドクラットが、なんかクラウドとか、じゃクラウドってなんかややこしくないか、これ。クラウドプラットか、プラウドクラットか、どっちでもいいや。溶けた。うおー、消えた。溶けた。時間がないや。はい、押してください。さあ、行きましょう。全然、問題なかった。普通にマテリア装備し忘れてたんだけど。ヘッドシーね。大したことないとは、このことを言う。さあ、こっちか。こっちじゃない？右かな？あれ、違うか。こっち？あ、セーブポイント。箱もあるね。ミスティール。エリクサー。ちょっとセーブポイントで回復しとこうかな。クラウドのね、MP が結構使ってしまったんで。